はい、皆さんこんにちは。レガテドルビル塾竹谷です。今日は足裏を使った足技5選をやっていきたいと思います。足裏を使った比較的ベーシックな、試合でも使いやすい簡単なテクニックを紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さんのサッカーの試合とかサッカーの練習だったりとか、もしフットサルやられてる方、フットサルにも足裏って使いやすいと思うので、ぜひ今日この動画を参考にして皆さんもチャレンジしてみてください。それでは早速やっていきましょう。一つ目のテクニックはソールプッシュです。転がってきたボールに対して目の前に相手がいて、ここで一度足裏で前にちょっとボールを出します。すぐ反対側にボールを返すっていうようなテクニックなんですけど、これは1、2をなるべく早くスムーズに行うことです。前方部分を使ってここから1、2で早く動かすんですけど、このタッチはここまで大きくはしないでいいので、本当に少しだけちょっとボールを前にこれぐらい動かすぐらいでいいので、動かしてすぐ打っていくようなイメージで行うとうまくできるので、ここを意識して前のプッシュは小さめにっていう感じで打ってみてください。続いてはプルプッシュです。プルプッシュはボールをここにこうやって運ぶように見せかけて、行かずにこっちに行くっていうようなテクニックになるんですけど、これ実は大事なのはこのボールを引く方の足じゃなくて軸足です。この軸足をここに大きく後ろに踏むからこそリアリティが出る、本当にここに運ぶように見せかけられるので、このボールを動かすのは本当少し、あまり大きくこうやって引かないでいいので、本当少しでいいので、その代わり軸足を大きくこっち持ってくる感じです。でこっちで一度引いて軸足を動かす、止めて最後前に押し出す感じなんですけど、この一連の動作をできるだけ早く1、2で持っていけるように、ボールを動かすのは本当少しでいいので、軸足を大きく動かすことを意識してやってみてください。言わずと知れたおこちゃダンスですね。おこちゃダンスっていうのはボールをロールして反対の足でまたぐ、ナイジェリアのおこちゃっていう選手がやってて有名になった技なんですけど、ボールをロールした足でシザースじゃなくて、ボールを転がした足と反対側の足で内側にまたきます。この動作をできるだけテンポよく1、2で持っていけるようにしてください。このロールから1個ワンテンポ置いてまたぐんじゃなくて、ロールとまたぎをほぼ同時、ロールまたぎアウトっていうようなテンポの感じで、これは早くできるだけ1、2でここにロールしながらここに運ぶように見せて逆側を突くっていうようなフェイントになるので、ロールとまたぎを一緒にするっていうテンポを意識してやってみてください。はい、続いては足裏を使って転がす動作とシザースを組み合わせたようなテクニックになります。普通のロールはロールした足をボールの後ろにこうやって着地させるんですけど、運ぶ時とかはここでいいですよね。1、2ってやる時にボールの後ろに足は置くんですけど、これの場合は前に置くイメージです。ここからロールしたらそのまま前に持っていく、で最後アウトで触るか、その強さを利用してそのまま結構強めに転がせるのでそのまま突破するか、ロールを結構強めにやるっていうことを意識するとうまくできると思います。このロールが弱くなっちゃうと、これぐらいになっちゃうとまたいだ後に次に行けなくなるので、ロールを強めに行う。でそのためには結構軸足もボールの近くじゃなくて遠くに置きつつ、強めに転がしてロールして前に置くような感じで、で最後アウトのタッチを入れられるのであればアウトのタッチを入れながらロールシザースタッチ、この動作をできるだけ早くスピーディーにこんな感じで行うことが重要です。ぜひチャレンジしてみてください。
はい、続いて最後は自分の背後にボールを通す足裏テクニックなんですけど、だからロールをして体の前にボールを通すんじゃなくて体の後ろにボールを通すんですよ。そのためにはここからロールした後に足を前に置くっていうことと反対の足も前にジャンプさせる。そうすることでボールが体の後ろにこうやって通るので、これをまず意識します。足がどっちも残っててもダメなんですよ。こっちに残ってたら当然こっちに当たるし、この足が前に通すと遅れてもこうやって当たっちゃうので、転がすと浮く足を同時に前にこうやって、そうすると自分の背中の後ろをボールがこうやって通る感じになるので、これがロールビハインドスルーのやり方。こっからなんですけど、体の向きもすごく重要です。こうやってそのまま正面向いたまま、これだとただ横に行くことになっちゃうんで、体の向きを突破したい方向で逆に体の向きをこっちにしといて、こっからこうすることでもう相手も自分の背後を突かれるっていうか、ディフェンスも予想してないところからこうボール出てくるので、こっから予想してないところにボールを通す。自分の背中を通す。背中を通すことによって自分の体でブロックできる。これ向けといて自分の体でボールをブロックしながらこっち持っていけるっていうのがこれの特徴ですね。使う前の体の向きを行きたい方向と反対方向に向けてこうやって使うのがおすすめなので、ぜひこの辺のポイントを押さえてチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日の動画は足裏を使ったフェイントテクニック5選でした。足裏を使うっていうのはかなりテクニックがある選手にとってはとても使いやすいですし、初心者にとっても足裏からボールを扱うっていうのは非常に大事なことだと思うので、ブラジルの選手も最初はフットサルをしてたりっていうのは、やっぱりフットサルで足裏の技術を磨けるから狭いスペースでボールをうまく扱えたりとかできるし、足元でのコントロールがしやすくなるので、で今日紹介したこのテクニックでも、まあ、遊びながら楽しみながらチャレンジしてみてください。今日この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンの方とレガテの YouTube チャンネルの登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.